ゆでてみようのさん、どうも。え、お前ワクチン3回打ったん？うわ、やばい、近づかないでくれ。死人が襲いかかってくる。うわ、やばい、頭も痛い。そして臭い。この犬も目がバグって見えちゃってる。ゆでてでございます。最近このユーテンティはツイッターでいわゆる半額界隈で流行ってるらしい。シェディングっていうワードにやたらつぼっちゃって、あんまり詳しく説明すると YouTube のポリシーに引っかかっちゃいそうだよねっていう話だから、このユーテンティビューを見てるてめえたちの中で気になったやつはぜひツイッターでシェディングっていうワードで検索をかけてみて、その界隈にいるやたら香ばしいシュガー野郎たちを見て楽しんでもらいたいよねっていう話やね。ちなみにこのユーテンティは今までワクチンを打ったことは一回もないよねっていう話なんだけど、ワクチンを打ったやつと接してても体調が悪くなるとか、ボールドと殺虫剤を合わせたような匂いがするっていうことは一回も経験したことがないし、そもそもそんなシェディングなんてものは存在しないって確信してるから、どうかてめえたちは安心してくれよっていう話やねん。ちなみに今後ショート動画とかで要望があればシェディングシリーズを展開していこうと密かに考えてるよねっていう話なんだけど、そんな香ばしいショート動画も含めて、てめえたちが俺の輝かしい活動を見逃さないためにも、今すぐにこのユーテンティのチャンネルを登録してくれと。チャンネル登録をすれば明日行われるワールドカップの日本対コスタリカ戦も勝利が確定するよねっていう話だし、これ以上岸田内閣に検討に検討を重ねさせたくなければ今すぐにチャンネル登録をして即断即決の日本にしていこうじゃないかっていう話だね。では今回ね、この辺でデビューを通して、まあ、てめえたちにね、伝えたいのが、まさかね、2020年の終わりに、顔にポケモンに出てくるアンノーンの脱性タトゥーを入れて、そしてさらに去年には、自ら薬物使用を公表して、見るも無残な勢いで転落してしまった、予期期だよねっていう話なんだけど、ここに来て、3ヶ月目に動画を更新して、東京を離れて地元浜に帰ることを決断してしまったなぁ。言うだね、予期期と同じ美容系 YouTuber として、そしてほとんど化粧をしなくても、圧倒的に顔のクオリティで勝ってる、このユーティンティが、今までいじり続けてきた義理もあるっていうことで、最後に笑顔で水遊して送り出してやんなきゃいけないよねっていう話だからね、マグネティ TV 撮ってるねっていう話だね。小峠そっくりさんコンテストで、グランプリの記録を持つ予期期は、2017年に YouTube 活動を開始して、詐欺メイクで人気になって、2018年にはチャンネル登録者100万人を突破したと。ただ2020年3月の124万人をピークに減少に転じ、今は101万人まで減っていると。そしてこのユーテンティも過去に取り上げたんだけど、2020年末には顔にポケモンのアンノーンのタトゥーを入れたことが話題になって、そして去年8月には過去に薬物を使用したことを公表して大きな騒動になって、そして21年末に YouTuber 引退も宣言してたんだけど、これもどういうわけか撤回してしまったと。そして今回ヨキキは3ヶ月ぶりに動画を更新して、メンタル的にすごい調子が悪かったから動画投稿を休んでいたと。そう説明して9月から羊カフェでのバイトを始めたことも打ち明けちゃったんだよね。バイトを始めたのは金銭的に苦しかったのが理由らしいんだけど、それすらもこの短期間でやめにして、いよいよヨキキは東京を離れて地元の青森県に帰ることを発表しちゃったんだよね。いや、てめえ顔面にそのダセータトゥーを入れる際にラッパーになるとか豪語してたくせに、その覚悟は一体どこに行ったんだよっていう話だし、音楽活動も羊カフェのバイトも全部中途半端に投げ出して、ただ逃げたいだけじゃねえかよっていう話やね。まあ、ただ本人が青森に帰る理由っていうのも金銭的な理由とメンタル面が完全復活してないっていうことも理由みたいなんだけど、確かにその2つの理由を最重要視するなら、ここ1、2年瞑想しかしてなくて絵に描いたような転落劇を繰り広げてた予期期にしては極めて賢明な判断と言わざるを得ないよね。っていうのも、さっきこのユーティンティはラッパーになるっていう宣言も口だけだったし、羊カフェのバイトもかなりの短期間で辞めちゃって、中途半端すぎだろってかなり厳しめには言ったんだけど、結局精神状態が回復しないまま東京に住んでダラダラしてても、また同じようなことを繰り返して金のない惨めな生活が続くだけだし、そんな貧乏な生活をしてればしてるほど余計に精神状態が悪くなって、そのうち最悪の選択をしてしまう可能性もなきにしもあらずなわけじゃん。だからこの機会にガラッと環境を変えて実家でゆっくりしながら心のケアに専念するっていうことは、 YouTuber としての活動云々以前にこれからの人生っていう長いスパンで考えた時に間違いなく必要だよねっていう話だし、
今回ばっかりは中途半端はやめて、100% 完全回復するまで、ゆっくりと過ごしてもらいたいところだよねっていう話だね。そして、この顔面にしてもラップスキルにしても、すべてにおいて良きに勝ってるこの U20 が、本人に向けて伝えたいこととして、この U20 は来年絶対に、青森にねぶた祭りを見に行くと決めてるよねっていう話だから、その暁には、ラップのことに関してはいくらでも教えてやるよねっていう話だし、ラッパーとしてでも YouTuber としてでも、いつでもコラボの準備もできてるよねっていう話だから、いつでもこの U20 に DM をよこしてくれよっていう話やね。まあ、そんな感じで、良きが青森に帰ってしまうっていうことで、次東京で美容系 YouTuber のトップを取るのはこの U20 しかいないよねっていう話なんだけど、そろそろ次の美容やファッション関連の動画も撮っていかなきゃいけないよねっていう話だし、これガチな話なんだけど、来年にはファッションやグッズ関連の新しい事業も立ち上げて、さらにてめえたちから金をかすめ取ってやるよねっていう話だからね。今すぐにチャンネル登録と高評価をして、シェディング被害でボールドと殺虫剤の匂いが立ち込めてるベラルタの服は今すぐに脱ぎ捨てて、次の動画またゼロになってしまったと思います。それでね、またネクストユーティン TV でお会いしましょう。 See you! スポーツシステム回転状況 on the my way。Hold on, hold on, 矛盾と書いて歓迎だろう。醸し出すバイコクのフレーバーなんでだろう。夢の超特急で遠くはまで超高。地獄への逃亡。脳みそ見るとじゃあもう目の Have you been? イチャラソウプシヒライトビッベン。キムチ群がる黄金の国ジパン。無駄な挑戦フルボッコで無言のダウン。恵まれない坊ちゃんがチャリティーコンガン。文句だけはゴリパテもタリキホンガン。震災の影響で全国会再シャトル。お前の顔よりはみたいやのこのファイナップル。化け放題どこも変だよ日本人。正義ずらしたハゲなら Fuck the bullshit。 操作されたラッパーこぞってまとまったぞ。せーので消えろゲームパスタトミーボン。気づかずに失われて何もかも奪われて祈りも届かない。 Let's go with us with us no more。 こんな時代に生まれたって嘆くよりも明日へ痛みと希望も抱いて。 Stop system 回転状況 on the my way。 気づかずに失って何もかも奪われて祈りも届かない。 Let's go with us without the no more。 こんな時代に生まれたって嘆くよりも明日へ痛みと希望も抱いて。 Stop system 回転状況 on the mind。